はい、皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー14新生オールゼアプロデューサー兼ディレクターの吉田です。コミュニティチームの室内です。開発コメンタリー動画プレイステーション3 UI 編をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回のコメンタリー動画は、プレイステーション3の操作に関してということなんですが、はい、今回の動画では操作ということだけでなくて、ゲームの基本中の基本の部分、どうしてもファイナルファンタジー 14MMORPG ということで、一般的なゲームの基本が通じない部分とか、うん、ちょっと違う部分があるので、そのあたりもこの動画で操作と一緒に皆さんにお伝えできればなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速動画を見ながら解説をお願いしましょう。はい、はい、ではまずタイトル画面ですね。はい、ゲームを起動してすぐの場合、この4つの、メニューが表示されます。はい、でゲームスタート、オープニングムービー、それからコンフィグ、エグジット。でこのオープニングムービーに関しては、一度でもオープニングムービーを見ると2回目からこうやってメニューに表示されます。はい、で今回のファイナルファンタジー14ではディファードライティングっていう自然な光源処理を使ってゲームが作られているので、グラフィックスにこだわりのある方っていうのは、ぜひこのオープニングの前にですね、コンフィグ画面を使ってゲームとテレビのこう色を合わせていただきたいなと。ぜひこれはやった方がいいんですか？ぜひやった方がいいと思います。液晶テレビのバックライトっていうのは各メーカーさんで相当個体差があるので、共通っていうのがなかなか難しいんですね。はい、ですのでバックライトが強い製品だとすごく画面が白く飛んでしまったりすることがあるので、うん、せっかくの画質がもったいなくなってしまうので、はい、ぜひねゲームを起動してからでも調整が効くので、ぜひねここはこだわって調整をしてみていただきたいなと思います。はい、スタートを押せばオープニングムービーが流れた後、キャラクターメイキングが始まります。はい、はい、こんな感じですね。まずこうやって種族や性別っていうのを決めて、種族と性別が決まるとさらに詳細のカスタムが可能になります。じゃあ今回ミコってですね。はい、これはカスタマイズ項目が相当多いですね。はい、アルファテスト、ベータテストのフィードバックを受けてできるだけ増やしてますし、今後のパッチでもね髪型なんかは随時増やしていく予定ですので、期待していただけたらなと思ってます。はい、で基本は今まず身長から決めますが、こう1項目ずつね順番に決めていけるようになっているので、はい、まあそのまま操作ガイドに従って進んでいただければ一通りキャラメイクは完成します。ただ例えばですけど、はい、俺はまず髪型から決めたいんだよねっていう場合は、まあ、バツボタンを押して抜けていただくと、まあ、自由にどこをカスタムするのか、まあ、こう選択できるのでですね。はい、はい、これ画面の下の方にある丸いアイコンは何でしょう？この丸いアイコンは L2 と R2 によってマップですね、このキャラメイクの背後のマップを、はい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 、実際のマップ環境にこう切り替えられます。はい、でさらに三角ボタンを押すと時間もこうやって、うん、はい、変えられるので、まあ、こだわり抜いてですねゲームで実際俺どんな風にキャラ見えるのかなというのをこうやって確認しながらですねキャラクターメイクしていただけたらなと。ゲーム内と同じライト環境なので、まあ、じっくりね、はい、こだわってキャラメイクしていただきたいなと思います。これはもうこれだけで1日遊べちゃいそうな感じですね。そうですね、かなり徹底的にこだわっているので、ぜひ楽しんでキャラメイクをまずしてみていただきたいなと思います。さてではキャラメイクも終わりましたので、今度はキャラクターの移動など基本的な操作をお願いします。はい、キャラクターの移動は左スティックで行います。はい、でカメラの操作ですね、一般的なゲームと同じ右スティックですね。はい、でカメラの距離を調整したければ L1 を押しながら右スティック操作で距離がこう変わります。はい、この辺は一般的なゲームと同じ操作なんですね。そうですね、ほとんど同じですね。で、はい、三角ボタンでジャンプ、で四角ボタンでマップを開きます。でもう一回四角を押すと閉じます。はい、で NPC と会話をしたい場合は近くに寄って丸ボタンを押すと会話が始まります。
これは任意の NPC を自分で選択したいときはどうすればいいんでしょう。そうですね、十字ボタンの左右キーでアンカーという操作になります、はい、でこの丸いものですね、はい、これがターゲットカーソルなのでこうやって選択することができます。左右キーですね、はい、で NPC だけじゃなくてモンスターとか他のプレイヤー樽や木箱を選択するときも同じく左右キーでこの丸いアンカーが動くので、はい、選択をすることができます。なるほど。基本的な操作というのはこの辺ぐらいまででしょうか。そうですね、こうやってほらいろんなところがこう選択できるようになりますね、はい、まあこれさえね覚えておけば、はい、まあほとんどここまでは一般的なゲームと変わらないですね。では次にメインコマンドの使い方についてお願いします。はい、でまずスタートボタンを押すと、はい、このように、メインコマンドが表示されます、うん、例えばですね自分のキャラクター情報を見たければ、はい、マイキャラクターのマイキャラクターをこう選択するとこうステータスが出ますね、はい、ステータスや装備しているものの確認というのがこの画面でできます、うん、で製品版にはこの現在キャラクターの表示黒くマスクされてますがここに自分の今の現在の表示グラフィックスっていうのも、うん、確認することができるようになります、はい、所持品とかねアーマリーチェストっていう装備品専用のバッグなんかもここに全部入ってます、うん、何かね見たいものがあるとかやりたいことがあると思ったらスタートボタンを押してこのメインコマンドを開けば全てここにあると思っていただいて大丈夫です。なるほど、基本的なコマンドは全部ここにあるということなんですね。そうです、ゲームの終了とか、ログアウトしてキャラクターを変えたいっていうのもここから行います。他にもね覚えているアクションの確認やスキルの内容確認なんかもこのメインコマンドから可能になってます、はい、では次に、頻繁に使うことになりそうなマップと目的リストの操作をお願いします。はい、ファイナルファンタジー14は MMORPG というとてもね広大なフィールドを持つゲームです、はい、またゲームの進行をね一人でもサクサク進められるようにクエストをクリアしていくことでゲームが進むという作りになってます。なるほど、ではクエストをガンガンクリアしていけばいいということなんですね。そうですね、でそのクエストのクリアに頻繁に使うのがマップと目的リストということになります、はい、ここさえ覚えてしまえばゲームで困ることはねほとんどないんじゃないかなと思います。なるほど、でまず先ほど解説したようにこう四角ボタンでねマップを開きます、はい、で移動しなければこうやって不透明、ちょっと移動すると半透明になります、うんうん、はい、で左にマップ用のメニューというのがこう並んでます、はい、これ分かりますね。でこれで例えば半透明にしたいとか これですね、うんうん、不透明にしたいとかっていうのも切り替えられますし拡大や縮小っていうのもここから可能です。なるほど、で青い矢印マップの、はい、あれが自分の今位置を示してます。こう歩くと分かりますね、じりじり進みます、はいはい、でエクスクラメーションマークびっくりマークが、はい、はい、出てますねマップに、はい、あれがここにクエストがあるよという表示なのでそこまで走っていけば何かしらクエストが存在してますよ。で進行中のクエストに関係する場所とかNPC っていうのは、こうやって矢印とかビックリマークとかそういったもので全てマップに表示されるので、まあ、迷うことはないんじゃないかなと。でもし迷ったらマップを見ると、はいはい、それの癖をつけることで困ることはほとんどなくなると思います。なるほど、では次に目的リストについてお願いします。はい、で目的リストというのがこの画面の右の縦に表示されているのが目的リストですね。で現在受諾しているクエストが簡単に表示されていて、うん、まあ、何をすればいいのかっていうのが一目で分かるようになってます。なるほど、はい、これは便利そうですね。はい、で現在は冒険者への手引きというクエストを受諾しているんでやることは3つ、はい、ここに書いてある通り都市内のエーテライトに触る、はい、で格闘士ギルドに挨拶する、はい、セセロガという NPC から市場の説明を受けるという3つのね、うん、やることが指示されてます。でクエストの内容が進むとこの内容も変わります、はい、なのでちょっとやってみましょうかね、はい、まずエーテライトに触るですよね。でこうマップを見るとあそこに、はいはいはい、ここですよっていうマークが点灯しているので
走っていって、これがエーテライトですね、はい、でエーテライトにもマークがついてるの分かりますかね、はい、でさっきあったこう左右キーですね、ターゲットを押して丸を押すとこうエーテライトにアクセスしてますね今。お、目的リストにチェックマークがつきましたね。はい、でこうやって、チェックが入る、目的を達成するとチェックが入っていくので達成済みということになります、はい、でこのまま次に新しいクエストをね今度受ける流れに関して、進んでみたいと思います、はい、でこのように頭上にクエストアイコンが出ている NPC がクエストを持ってます、はいはい、で話しかけると、話しかけます、こうやって簡単なまずクエスト情報が出ますでどんな報酬がもらえるのかと、で簡単な説明がありますね、で受けるって決めると会話が始まります、はい、で会話があるので会話が完了するとクエストを受諾した状態になりますね。あ、目的リストにクエストが追加されましたね。はい、増えました、最新なので上に出てますね、はい、でこれを、受諾して行くと最大で5個まで同時に表示されます。でクリアすると、5個以上ね、例えばクエストを受けてた場合は、古いものから順々に、自動的にまた5個になるように出てくるので、なるほど、もうとにかくたくさん受けちゃってどんどんクリアしていくとどんどん減るけどまたどんどん出てくるみたいな感じになりますね。じゃあ基本的には常にこの目的リストとマップを見ていれば迷うことはないと。ないです、はい、はい、でさらにこの目的リストなんですけど、細かくねこうクエストの中身をさらに見ることっていうのができます、はい、でまずセレクトボタンを押します。でセレクトボタンというのはこうやって各ウィンドウをね、はい、どれを触りますかっていうのが切り替わるので、はい、で目的リストにカーソルがあったら上下ですね、十字ボタンの上下で項目を選びます、うん、でクエストそのものの情報はこのクエスト名ですね、こっちですね、はい、を選んで丸ボタンを押すと詳細な説明が出ます、うん、はい、はい、でジャーナルっていうのが今みたいに開くと、はい、でこのやる目的の内容そのものを今度選ぶとマップが開きます。あ、なるほど。で今あの緑のマークが出てるの分かりますかね、はい、チェックマーク、はいはいはい、ここに行けばこの目的が進みますよと。なるほど、これは便利ですね。はい、とても便利です、迷わないです。でとにかく広大なマップなんですけど、情報はこうやって全部用意してあるので、はい、とにかく迷ったら目的リストとマップを使うというのさえ覚えておけば、はい、本当にガイドいらずで進められると思いますので、うん、ぜひねマップとこの目的リストという2つの要素を活用してみてほしいなと思います。ゲームの進め方が一通り分かったところで、次はクロスホットバーですね、はい、ファイナルファンタジー14の目玉ともいえるユーザーインターフェースです。はい、このクロスホットバー、ものすごくシンプルなんです実は、はい、ただカスタマイズすることでとても便利な使い方ができるものになってます、うん、でまずじゃあそのシンプルな動作っていうのをご説明すると、はい、まずこの画面の、L2、R2 と書かれた左右8個ずつのアイコンの塊、これをクロスホットバーと呼んでます、はい、で L2 サイドの8個は L2 を押し込むことで使用可能という状態になります、はい、で R2 サイドの8個は R2 を押し込むことでこう実行待ちという状態になります。なるほど、はい、で L2 を押し込むとここに PS3 の十字ボタンと4つのボタンが表示されているの分かりますかね、はい、小さいんですが、そうですね、はい、でこれはあとは L2 を押し込みながら使いたいアクションのセットされたボタンを押すだけで、じゃあちょっとスプリントというねダッシュをやってみますね。はい、三角ボタン押す。おお、はい、これ押すとすぐに発動するんですね。そうです、はい、で例えばこのクロスホットバーに感情表現というものを入れたいと、はい、思ったら先ほどご説明したメインコマンドを開きます、はい、でコミュニケーションのエモートアクション選びます、うん、でこうやってリストが出るので、はい、クロスホットバーに登録したいエモートを選んで、四角ボタンを押します、
選びますね。例えばですね、投げキッス、はい、で四角ボタンを押すとホットバー登録モードというモードになるので、登録したい今度場所と同じ操作をすることになります。例えばですね、 R2 側のクロスホットバーのパツボタンにこれをセットしたいと思ったら、はい、R2 ボタンを押します。でさらにパツボタンを押します。でアイコン出ましたね。なるほど、セットされましたよね。簡単ですね。はい、でもう使いたいものは何でもかんでも登録できるので、はい、自分好みのクロスホットバーというのをぜひ作っていただきたいなと。で実行しますね。はい、投げキッス。はい、はい、では最後にバトルをお願いします。はい、では先ほど覚えたですね、はい、この十字キーでこう戦いたい相手を選ぶですね、うん、ターゲットアンカーを押して近寄ります、はい、でクロスホットバー準備をしてボタンを押す。でこれで始まりますね、バトルが。簡単ですね。はい、でこうやって各種技を繰り出していくと、相手を選んでボタンを押すだけと、はい、ボタンを押すね、こうやって、ね、はい、で途中にこうアクションを入れて最後カウンター入れてみたいな感じですね、はい、倒しました。はい、でこうやってモンスターを倒していってレベルが上がっていくと新しいね技をアクションを覚えていったりしますね、はい、こうアクションリストを開くとこういう風にねレベルが上がるとこういう上位のアクションを覚えていくと。お、増えてますね。はい、でこれアクションによって例えば敵の背後、モンスターの背後ですね、はい、から攻撃すると大ダメージとか、うんうん、側面から攻撃するととか、あとモンスターの攻撃を避けた直後に発動するとさらに大ダメージとか、考えてね実行するっていうものがどんどん増えてきます、うん、なのであとはね特定の条件、先ほども実はやってたんですけど、と一定の順番でコマンドを実行して攻撃していくとコンボになってどんどんダメージが上がっていくみたいなのがありますね、はい、なるほど、はい、これをうまく組み合わせれば爽快で簡単なバトルが楽しめそうですね。そうですね、バトル自体は非常に、簡単な操作で行えるようになっていて、はい、ただどんどんレベルが上がると考えてね、うん、単にボタンを押してるだけじゃダメですよ。なるほど、今避けたんでこうカウンターが使えるようになったんですね、はい、でこれが3連コンボですね。で今こう敵から毒を食らったりしましたけど、これも敵の絵を見て予備動作があるので、はい、避けると食らわなくて済んだりします、はい、でまあ序盤はねとにかく簡単に、はい、プレイができます、はい、でレベルが上がっていくと徐々に頭を使う必要がね出てくるので、ぜひね皆さん腕を磨いて強敵に立ち向かってもらえればと思います。はい、はい、オンラインゲームっていうのを聞くと難しいなって思う人もいるかと思うんですが、はい、まあ、基本的な操作が分かれば難しいことはないですよね、うん、そうですね、特に今回気をつけたのは情報の整理とか、はい、あとそのオンラインゲームではあるんですけど一人でもちゃんとゲームを進められるっていう部分とか、はい、あと、まあ、どうしてもね他のゲームに比べると情報量自体はね、うん、多くなってしまうことは避けられないんですけど、はい、実際見ていただいたように難しくはないですよと、全然で一つ一つに意味がちゃんとあるので、それさえゲームの序盤で今見ていただいた基本が分かれば多分何も迷うことなくゲームを進められると思うので、ぜひねそれが今回動画でお伝えできれば幸いに思います、はいはい、では皆さんもこの動画を参考に、ぜひファイナルファンタジー14を楽しんでいただければと思います、はい、吉田さん今日はどうもありがとうございました。はい、いえ、それでは皆さんエオルゼアの世界でお会いしましょう。